すごく明るい、そうですね、めちゃくちゃ明るいですね。で背景に以前は海遊館であるとか、はいはい、大阪城であるとか通天閣とかあった、あ、動き出した、動き出した、あ、これは走ってるよっていうことね。なるほど、あ、色もどんどん変わる、レーンの色がいろいろになりましたね。あ、これはつまりデザインとしてはシンプルかなと思いますけども、要は動きがある、動きがあるということですね、ちゃんと基本は守って。なるほど、さあちょっと現場もう一度つなぎましょうかね。神崎さん、おお、あれ、おお、菓子もいっぱい、これあの背景がすごいんですね。もう映像のようにいろんな背景が次々と登場してきて、グリグリ動くという、グリグリ、また鮮やかなんです。現場で見ると他の看板を圧倒するぐらいの鮮やかさで、ひときわ輝いているというふうに見えます。この看板はですね、実は LED が使われているんですね、うん、あの先日ノーベル賞でも話題になった青色 LED もふんだんに使われて、こういう看板になっているんですが、まあ、最新の技術がふんだんに投入されているということです。でただ一方で、まあ、これだけ有名な伝統といってもいい看板ですから、そういう苦労もあったということで、この出来上がるまで、看板が出来上がるまでを取材しておりますので、そちらの VTR ご覧いただけますでしょうか。今年8月に役目を終えた5代目グリコの看板、明かりはネオン管でつけていて、背景の色を変えることしかできませんでした。阪神タイガースやサッカー日本代表のユニフォームに着替えた時も、その都度装飾自体を作り直していました。6代目看板の制作に当たっているグリコの鈴木輝夫さん、両手を挙げたランナーのデザインは受け継ぐものの、明かりは LED に変えると決めました。今の技術を使いながら、それにプラスグリコのアイデアというのを載せると、どこにもない、誰もができない看板に仕上げられるんじゃないかと。しかし制作が始まった3年前の LED は電球自体が大きく、ランナーの肌にブツブツがあるように見えました。さらに当時のものは光が弱く、見る角度や距離によっては色が乱れてしまいます。昼間は看板、夜はネオン、これを両立させなければいけなかったのです。かなり高いです、はい、だいぶ苦労させてしましたね、はい。今年7月、鈴木さんは広島にいました。看板の最終チェックを行うためです。4ミリ角の非常に小さく光の強い最新の LED を採用したことで、これまでの問題はクリアできました。すいません、点灯お願いします。5代目までとは比較にならない映像が映し出されましたが、鈴木さん、納得がいかないようです。つま先 の白くなっているところありますよね。白くなっているところの周りはチカチカしてませんか。緑、黄色、赤とかいろいろ見てますね、青とか。つま先の部分をよく見ると、光ってはいけない LED が赤や黄色に光っています。入念なチェックの裏には、見る人を楽しませたいという強い思いがありました。皆さん綺麗な写真残したいと思うじゃないですか。せっかくの記録に残してもらうんであれば、ですね、きちっとした形で残してもらいたいですよね。はぁ、でもこんだけ背景変わるってことは、こう写真撮るたんびに違う写真になります。かもしれませんね。しかも今はそのグリコのランナー自体がもういなくて。